中学2年生英語。はい、こんにちは。中学2年生英語の時間ですね。今日も文の訳や英文を書いたりとか、ちょっと前回同様にまた新しい内容をやっていこうと思います。はい、1番です。ウルルはオーストラリアで有名な場所です。主語ウルル、有名な場所です。 A famous place。 famous が有名なでしたよね。残りオーストラリアで、 In Australia ウルル is a famous place in Australia。 そして2番訳です。 It looks like a mountain but it isActually, a very big log. はい、ここで1個整理しておかなければいけないポイントがあります。それは動詞 look の使い方ですね。動詞の look っていうのは look at の時には何々を見る、何々を見る、 look at という表現でしたが、もう1個別の使い方を皆さんはこの間やったわけです。はい、 look っていうのは look の後に形容詞が来る時、 look 形容詞という形になった時には形容詞そうに見えるとか形容詞のように見える、こういう訳し方をするんでした。で、じゃあ今度は形容詞、例えばさ、美しいように見えるとか眠たいように見える、疲れて見える、こういうのは look プラス形容詞を使えばいいんですが、もっと別の言い方をしたいとき、例えば彼女の顔は猫のように見えるとかさ、あの雲は犬のように見えるみたいに、名詞を着たいときにはどうすればいいのって話です。名詞を置きたいときには look だけでは足りません。 look like 名詞、こういう形を使います。 look like 名詞で、名詞のように見える、この2つの使い方、 look 形容詞、そして look like 名詞という形も覚えておきましょう。はい、そしてこれを使ってますね。 it looks like a mountain、 マウンテンの上に名詞と書いてぐるっと書いておいてください。はい、それは looks like 何々のように見えます。 a mountain 山のように見えます。 but しかし it is それは何々です。 actually 覚えてますか、実際にはです。実際には a very big rock とても大きな岩です。まとめるとこうですね。はい、こちら、それは山のように見えますが実際にはとても大きな岩です。そして3番も訳の問題。It changes its color during the day. It それは changes 変えます。Its color その色を変えます。During 覚えてますか？何々の間にですね。何々の間に the day その日の間に。はい、その日の間に色を変えます。どういうことか4番見てください。時々はいやね、sometimes 時々 it looks red。 red は形容詞だから like はいらないよ。 look 形容詞の形、それは何々のように見えます、赤いように見えます。はい、それは赤く見えます。 and そしてここも一緒ですね。時々 sometimes 時々 it looks purple、 これも同じく purple 形容詞なので purple 紫ですね、それは紫に見えます。で、5番です。毎年、Every year 毎年35万人の人々が訪れます、その岩を訪れます。そして6番ちょっと長いですね。これらの人々の大部分にとってウルルは単なる一つの興味深い場所です。まずは前半、これらの人々の大部分にとっての部分です。はい、 To most of those people、 ここ to が何々にとって、 most of 何々の大部分、これらのなんですが、今回に関しては those を使います。 those っていうのは that の複数形なんやけど、 that はその前に述べたことを指して、それらとかそういうものという訳し方をするんでした。 those その複数形ですね。そういった人々にの大部分にとっては、 Ulu is just an interesting place。 just は単なる、 Ulu は何々です、単なる一つの興味深い場所です。 interesting は後に来ているからあじゃなくて、あんにするのを忘れないように。そして7番、ちょっと長めの文ですね。To the native people, the Anang, the rock is a sacred place. まずここまで訳しましょうか。今度はここ、to、訳す側ですが、さっきと同じです。何々にとって、その native people、前回も出ましたね。原住民、先住民で訳せばよいです。先住民、先住民の the Anang、部族の名前なんでしょう。Anang 部族。
先住民のアナング族にとって The rock その岩は is 何々ですは一つの sacred place sacred 覚えてますか単語でやりましたよね神聖な place 場所です It is the place of their ancestors It is the place of their ancestors それは何々ですその場所です何々の彼らの ancestor 祖先先祖です先祖の場所です。まとめるとこうなりますね。先住民であるアナング族にとってその岩は神聖な場所です。それは彼らの祖先の場所です。はい、8番。彼らは4000年以上前にその岩の近くで生活することを始めました。彼らは何々し始めた。この間やった同名詞を使えば書けますね。start doing で何々し始めるでしたね。だから started 生活することを始めた。living, live, 住む生活するの同名詞 ing 形です。その岩の近くで、何々の近くには near でしたね。near, the rock.ほんで、4000年以上前にの部分です。何々以上は、over。4000年、もう数字でいいです。4000 years ago。何々前には、ago ですね。彼らは、何々し始めた、住み始めた、何々の近くに、その岩の近くに住み始めた。何々以上、4000年以上前に。9番、その岩は現在、今日でさえアナング族に力を与えます。その岩は与えます。ここでポイントです。人に物を与える。この形、覚えておいてください。give 人物、または give 物 to 人という、このどっちかの形を使います。give 人物、give 物 to 人両方とも覚えておきましょう。これ使って書いていきますよ。はい、こうなりました。The rock gives the Anang power.Even today, give 人物で人に物を与えるという表現だと言いましたね。give the Anang これが人物には power という内容が来ているから、その岩は与えます。Anang族に power を与えます。で、その後です。Even today, even, E-V-E-N で even なんですが、これが何々でさえを意味する表現です。今日でさえ、つまり現在でさえということですね。そして10番です。They deeply respect the rock and everything around it. 彼らは深く尊敬しています。その岩を。そして、すべてのものを。everything。すべてのもの。あらゆるものですね。around。何々の周りの。それの周りの。すべてのもの。まとめると、彼らは岩とその周りにあるすべてのものを深く尊敬しています。という訳です。11番、アナング族は人々がウルルを訪れることを嬉しく思っています。はい。アナング族は嬉しい。ジ・アナング、アー・グラッド。アーってなってるのは、これ部族の名前だから、これ複数扱いとなってる。ちょっと特殊な形です。これ別にあんまり気にしなくていいです。はい。何が嬉しいのか、人々がウルルを訪れること。人々がと言いましたね。主語があるっていうことは、ここで接続詞を一回つけないといけません。Be glad that で、that 以下。ザット以降を嬉しく思うという表現になります。ザット、接続詞があるということはこの後に SV、主語動詞をかけるということです。はい、書いていきますよ。人々が、ピープ、訪れること、ウルルを訪れることを、ウルル、アナング族は何々です、嬉しいです。ザット以下が嬉しいです。人々が訪れること、ウルルを訪れることを嬉しく思います。12番、彼らは人々に彼らの芸術を見せます。ここでもまたポイント。はい、人に物を見せる、show、人、物、show、物、to、人。もうなんか大体分かってきたよね。人、物は物、to、人で言い換え可能だよと。まあ、これだけじゃないんですけどね。これだけじゃないんですけど、今のところは、人、物は物、to、人で言い換え可能で覚えておいても構いません。はい、というわけで、彼らは人々に彼らの芸術を見せます。今言った通り、彼らは見せます。人、物の形になってますね。人々に彼らの芸術を見せます。13番、14番はセットで考えましょう。しかしながら、何々する人もいれば、岩に登る人もいれば、その〇〇の写真を撮る人もいる。何々な人もいれば、何々な人もいる。覚えてます？単語で出してましたね。そうです。some 何々、other 何々の対応関係です。some と other。
何々がいれば何々もいるという文をここから作っていきますよ。しかしながら、 but よりも硬い表現ですね。 however、 しかしながら、はい、however some people climb the rock、 しかしながら何々の人もいれば、何々な人々もいれば、登る人々もいれば、その岩に登る人もいれば、はい、何々する人もいる。 some 書いてから今度は other だ。 other people take pictures of it's sacred place、 それの神聖な場所。というわけでこれで終了。何々人もいます、撮る人もいます、写真を撮る人もいます、何々のその神聖な場所の写真を撮る人もいます。じゃあ15番です。これらの行動はナング族の文化に対する尊敬を示しません。これらの行動は These actions、 まあこれらの行動というのはこの写真撮ったりだとか山に登ったりだとかっていう行動ですね。 Do not show respect、何々しません、示しません。 respect は尊敬ですね。何々に対するは for を今回は使いましょう。アナング族の文化に対する for アナングカルチャー、カルチャーが文化。16番、アナング族は訪問する人たちを歓迎します。こうなります。はい、 The アナング welcome to visitors、アナング族は歓迎します、訪問客を歓迎します。 Welcome to で何々を歓迎するの表現です。よく書いてますね、 お店の入り口とかに Welcome to なんちゃらみたいな。で、ここで一個覚えててほしいのがここの表現です。 Visitor、 これってさ OR の部分隠したら Visit、 訪問するですよね。で、動詞にこのOR であるとか ER っていうのがついた形の単語っていうのは何個かあります。例えばこれです。 Player、 これさ ER 隠したら Play ですよね。 Play っていうのはスポーツをするとか楽器を演奏する、楽器の演奏家のことも Player というし、スポーツ選手のことも Player でいますよね。他にも Singer、 ER 隠したら Sing、 歌うですね。 Singer は歌手という意味です。で、何を言いたいかというと、ここちょっとポイント。ER、OR で終わる単語っていうのは、何々する人とか何々するものというのを意味する表現なんですよと。ER、OR で終わったら何々する人、何々するものというこの形を覚えておくと、単語を覚えるときに少し手間が少なくなるかもしれません。これから先、あ、これプレイに ER がついちゃうけん、プレイヤーやっていうのが一瞬でわかるようになると、2個覚えないけんかった単語が1個で済むよねと。この決まり事を覚えておいてください。 play、 や、visitor のように er、 or で終わる単語は何々する人、何々するもので。17番いきましょうか。はい、何々してください、丁寧な命令文作るときには please ですね。で、 respect、 さっきこっちの respect、 これは名詞でしたよね。尊敬を意味する名詞でした。でも命令文なんです。この respect、尊敬するという動詞です。こっちは動詞、名詞両方の意味があります。尊敬してください。彼らの文化を their culture、 そして and 楽しんでください、あなたの滞在を。 enjoy your stay、 楽しんであなたの滞在を。何々の間、発音わかんない人は書いておいてね。 while ですね、何々の間。You are in Anang land、 あなたがいる間、何々に、アナング族の土地にいる間、あなたの滞在を楽しんでね。で、ここで最後にですが、ちょっとこれだけまた言っときましょう。この while っていうのが何々の間を表す表現だよと言いましたが、さっきも間っていうのは出てきたよね。そうですね、 during が出てきました。 during と while って何が違うのというお話です。結論から言うと、デュアリングは前置詞、ワイルは接続詞という違いがあります。ざっくりこれだけ覚えてください。デュアリングは前置だと言いましたね。つまりその後に主語動詞 SV を置くことができません。で、一方ワイルは何なのか、ワイルは接続詞です。接続詞だからその後に主語動詞を置くことができるんです。
S が V している間にという形を作ることができるんです。これ見てください。 While you are in an angular while の後 you are あなたがいる間主語動詞来てますよね。これちょっと難しいかもしれませんが、デュアリングとワイルの区別をしっかりとできるようにしておかないと、ちょっと中3とかになってきて専門的なこと聞かれ出すと、あ、なんでこれ何がどう違うのっていうのが混乱してしまうので、しっかりと覚えておきましょう。ワイルは接続詞だから SV 主語動詞を後に置けますよというところまでで、今日の授業は一旦終了。はい、そして宿題ですが、まあみんなこれ配りましたね。前回やった単語をもう一回やりましょうと。ここの単語もテストが今できない状態なんで、単語を何回もやって覚えといてねっていう話です。で、今日見てきたこれウルルリードを2週って書いて、これ間違っちゃって消してるんですけど、3週ですね、3週分入ってますんで、しっかりとこれやってください。で、やり直しプリントまでは提出です。ただ今回は、来週がちょっと英語はお休みになるので、少しはまあいつもより時間があると思います。だからその分ちょっと多めには出してますけども、ちょっと頑張ってください。というわけで以上でした。さよなら。